お、なんかいるぞあそこ。正体を見せろ。正体見せろよ。ケルベロスかな。あ、これどっちも捕まえたことあるな。お、話しかけてきた。話をしよう。品物次第だ。あ、まだアイテムかな。混乱の小瓶か。まだ出せるだろう。やるねもらっておいてある。よっしゃ、みんなお疲れさんだ。さてさて、ユウスケにしようかな。メンバーチェンジ。パーティー、ユウスケ入れとくか。アイテム、すんごいなんかスピーカーで刷り込まれるよね。こんなずーっと演説聞かされてたらさ。奴らの正体はわからないが、正体を見せろ。正体を見せろ。あ、こいつも見たことある。お宝スキミング。アイテム、あー、なるほど。さっきのね、隠しているものを出せ。やめろ。よし、敵を全滅。次の勝ちへ向けて進もう。タラタタタタ。お、レベル上がった。よし、腕を洗うより早すい研ぎ澄ませ。なんか結構知ってる敵が多いね。よし、上か。おお、びっくりした。暴いて。ヘルベロス、とちめよ。おら、ナイス、ホールドアップ。ボコボコにしようぜ。お掃除完了だね。さて、おお、警戒警報が鳴っている。あ、ここに乗るのかな。扉もあるな。真ん中乗ると、あ、真ん中も行ける感じ。あれ、どうやって行くんだろう、そこ。あ、向こう側からしか行けないのか。なんかある。このウェアなんだ。それ、あ、宝箱だ。お楽し、黒い石。なるほど、これだけだね。よし、行こう。感じるぞ。お、なんだ、感じるぞ。お宝の気配。行くぞお前ら。でも横に行きたい。え行かせてくれなかった。まっすぐ行くしかないのか。これだけ取って行くぞ。この
のでけえ扉怪しいだろう。先に何があんだ。何があんだ。カードキー刺すみたいな穴ある。すげえ、5個もある。え、5個集めなきゃいけないのか。反対ゼロ人。何か聞こえるぞ。そんな。全会一致だ。指導の声か。可決。何やってんだ。ここが見た目通り議事堂なら、最深部にあるのは本会議場でしょうね。うん。本会議場。本会議場。ニュースでよく映る大きなホールよ。ああ、あれな。了解。で、中で何してんの？指導が何を提言しても反対ゼロで満場一致。多分そんな無意味な投票よ。あ、リュウジのおかげで国会議事堂わかんない人でもこうね、誠が説明してくれる。味方ばかり入れて好き勝手しているのね。入るにはどうすればいいんだ。反対するやついないよね。カードキーを見つければいいのか。指導の取り巻きになるとか忠誠を誓うとか、うん、そういう資格が必要なのかもな、うん、要は味方の証明がいるってことか。味方の証明。味方のふりをしよう。切り替え早いわね。けど資格ってなんだ。聞いてみる。船にいるお客さんに。いい案だ。その発想はなかった。聞くのは悪くないんじゃないか。ここの客は指導が考えてる認知上のそいつだ。当然指導が握らせた秘密について知ってる。うん、確かに一理あるわね。だがあくまでもここの主は非道な指導正義だ。ドイツが化けて暴れ出しても不思議はない。そっか、そうだよ。襲ってきたりしない。あ、襲われても大丈夫だよ。さっき戦った感じ。もちろん覚悟は必要だ。ここのシャドウなら余裕でしょう。話くらいできるんじゃないか。うん、この船は多分生き残る価値を指導が認めた奴らだけ乗せてる箱舟だから、豪華な客船なんだ。それなら話もできんバカは乗ってないだろう。情報収集くらいは期待していいかも、うん、それにみんな仮面で仮装してるのも好都合。この格好でもギリギリ混じれそう。誰も他人に素顔なんて見せてないと思ってんだろうぜ。自分自身と同じようにな。まあそうだね。ならみんな手分けして聞き込みを。うん、そうしよう。さてと。全員情報収集に散ったようだな。この扉の奥からお宝の気配を感じる。ビンコかもしれん。散ってるみんなから話を聞いてみよう。アンちゃんがすぐ近くにいる。旧家族の名刺。そんな方までVIPで。聖域プールサイド。プールサイドね。とりあえずそのプールサイド行ってみたいな。こっち行けるようになった。あ、リュウジ、まあお上手ですこと。やはりわかりますか。わかりますとも。オーラが貧乏オーラ。オーラも必要なの。お、ナビ。ジョーカーはド S だな。あ、セーフルーム。あ、宝箱あるね。反対側行ってみるか。あ、ノワールがいる。どうやって話しかけていいのか。あ、そうなの？アルちゃん。意外とこういうところは苦手なんだね。大江先生。レストラン。対人かビジネスなんてやってんのか。ね、
5人の VIP 客のお墨付き。プールサイドにいるやつと大江先生ね。レストランにいる。あーでも顔隠れ匿名でなら何でもこうベラベラ喋れるというか。あれこっちゆうすけ、あの方がテレビ局スロット、うん、ジョーカー気づいたことはある。見取り図、あ、真ん中、ど真ん中にね、ちょっと上の階先に行ってみようか。敵がいるじゃん。シャドウがいる。今手を出さないでおこう。そうだな、先に真ん中行くか。じゃあ、ああこれだ、パンフレット、船内マップ、マップゲット。だいぶ情報が集まったな。そうだね、それなり。うん、近いじゃんか。セーフルーム行こう。ジョーカー、こっちだな。しかし驚いたな、このパレス。認知症のお客がドイツも本当に人間そのものだ。うん、そうだね。前のカジノも見た目は結構リアルだったが、今回の客は正直話した程度じゃ見分けがつかん。確かにな。主の観察眼や洞察力がずば抜けてるってこった。うん、指導強敵だな。そうだね、もうあの後の方に出てくる敵、敵だもんね。やっぱり強敵だわ、指導。なって別にビビって強いのかな、指導。普通に話せんなら作戦立てやすいって思っただけだ。さすがモルガナ、アモナ。各自が集めてきた情報をまとめるぞ。お、5人いる VIP から紹介状をいただけばいいわけ。紹介状がカードキーになるってことか。そうね。それぞれ VIP の情報はさっきみんなが話してくれた通り、おさらいすると、まず私の情報は、大江っていう有力政治家が VIP の一人。名前時々新聞で見る。レストランね、レストラン。旧家族の名刺、プールサイドのやつね。聞いてくれ。テレビ局の社長、いつもスロットマシンやってる。覚えられなくなってきた。聞いてあ、ナビも聞き込みできたの。盗み聞き、IT 企業の社長が VIP。 部屋にこもってる。ちょい親近感あるわ。よく聞け。とりあえず我が輩、トラブル処理役ってのが VIP。 トラブル処理役、え、ちょっと今なんか明智くんかって思っちゃった。あんまり聞いたことがないお仕事。いやだって人殺し待ってたもんね、明智くんが。パレスですわ。処理役ってなんか上級っぽくないっていうか、急に格が落ちてない。いやそうだよね、それも含めてなんか明智くんかなって思っちゃった。私情報持ってこれなかった。戦う時に頑張りゃいいじゃん。さすが龍二。誰が何にだっけと。まあ言ってみればきっと思い出すよ。プロフィー、頭入んね。私も2人目くらいまでしか。ジョーカーどう？なんとなく完璧だ。マジ？さすが。相手は5人。うん、まあどうせねパレスね隅々まで回るから全員会えるでしょ。政治家の大江、旧家族、テレビ局社長、 IT 企業社長、あとトラブル処理役、うん、そいつらからお墨付きをもらって紹介状的なカードキーを手に入れる。ただトラブル処理役だけは他の4人が片付いてからだったな。なるほど、最後だな。すごっ、さすが天才児。 VIP の情報がわからなくなったら双葉に確認しましょう。そうしましょう。ならちゃちゃっとやっつけてこうぜ。うん、そうしよう。ねえ、
一旦引き上げる。ある程度は信用されてる。特別な連中。まあいきなり飛び込んできたからね。今日は引き上げよう。まあ、ちょっと武器とか防具も揃えたいしな。ってことはこれ進めないのかな。ちょっと待ってね。あれセーフルーム飛べないな。ねえ。あやっぱ行けないのか。じゃあ一回セーブして、よし今日は帰ろう。よし引き上げよう。お疲れ様でした。ただいま。無事帰ってきたよ。いよいよ酔っ始めたんだな。やるしかない。好きなようにしろ。もう海のように広い男お誰だ。あのパレスは指導の性根がよく出ている。どういうこと。旅慣れしてる。税金で明智くんやっぱ追い出されてるというかいないね、このグループに。改心させよう。こうよ、うちのリーダーが世話になった礼もしてやる。よしみんな頑張ろう。これあれかな、寝るだけかな。誰だ。俺だ。ああリュウジか。疲れてるよな。すぐ終わるからちょっと聞いてくれ。なんだどうした。今日指導の野郎のパレス入って改めて思ったんだ、指導は放っておいちゃいけねえ。あいつだけは改心させないとダメだ。その通りだ。お前はずっとそう思ってたよな。お前の仇だってのももちろんあるけど、そういうことを伝えたかったんだね。あいつに国を任せちまったら弱い奴は今までよりもっと苦しむことになる。それを何とかするのが俺たちの使命ってやつなんじゃないのか。そうだな、やり遂げよう。前に一回お前に聞いたよな、影のヒーローって地味だよなって、今は結構逆だなって思う。影のヒーローは上等じゃねえか。そうだな、リュウジ。あのさ、俺指導を改心させたら、なんでもね。なんだ。いやでもなんかフラグになっちゃいそうだしな。なんか約束すると。改心させようぜ。俺にできることは何でもやるからさ。とにかく指導を改心させることをまずやり遂げよう。話聞いてくれて。何やるかその終わった後から、終わった後だな。選挙戦始まったな。うちの選挙区は指導正義の圧勝だよ、圧勝だろうな。そうだよね、絶対投票するし、今回は選挙にちゃんと、やっぱりさ、世間がさ、みんな選挙にこう、興味を湧いて、抱き始めてるよね。その姿勢はいいと思うんだけどね。なかなかいないよ。よ、なんか寒そう。昨夜はちゃんと眠れたか。あんまり眠れなかったな。お前も答えたか。なんか寒くてさ、部屋が。じっくり着実に進めていこう。ここんとこ冷えるな。改心の前に我が輩らが凍え死ぬ。そうだよね。探してみようぜ。わかった。おーストーブ、あったかそう。あったまるぜ。指導が片付いたら、モルガナもなんか約束しようとしてる。
どうした？今回が最後の仕事になるかも。どういうこと？けじめがついちまう。ただの遊びでやってたわけじゃねえからな。怪盗団のメンバー以外にも前をかって協力してくれてる連中いるね、みんなね。マカハイラの言い張ってきた正義の総決算。指導と対決する前にできるだけ会っておけよ。何かあってもいいようにな。なんだその振りは。わかった。マカハイがついている。お前のやりたいようにやってやれ。うん。学校ムク休みすぎじゃね。はいはい、静かに。ご実家に帰省中。変な噂は流さないこと。こんなのいつまで。そうだよね。放課後、あ、手伝いしてる店の。事情知らない囚人の生徒とか来たら面倒なことになるんじゃねえの。いや、来そうだよね。いいからいいから。いらっしゃ。あ、だから言ったじゃねえか。いや、これでいいんだ。カスミンに。先輩、そっくりさんとかいうお家じゃないですね。そっくりさん本人だよ。よくわからないけど、夢じゃないですよね。どうだ、我が輩からのサプライズってやつだ。おお、言ってたね、そういえば。我が輩が双葉に頼んで、で、私からリュウジに伝言を頼んだってわけだ。リュウジがやってくれたのか。お前疲れてるだろうから、ちょっと日を明けてやったんだぜ。ちょっと気使ってやったんだぜって。よかったです。あ、近いな。本当に良かったです。ドキッとしちゃおう。全然聞いて。事情は知ってるみたいだな。まあ立ち話もなんだから座りなよ。俺はちょっと買い出ししてくる。あとは若い者同士でやんな。若い者同士。よ、吉沢さんか。あ、人見知り。はじめましてだな。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さくらさん。さくらさん、敬語使うのか使わねえのかはっきりしろよ。うるせえ、人見知りなめんな。その前にパレスでこいつを助けてくれたってモナから聞いた。私たちも感謝してる。うん。いえ、普段は私の方が助けていただいてばかりなんです。必ず恩返しするって約束もしていたので。なんという丁重な返し。本当に私と同い年か。コミュ力。そういや、一つ聞かせてくれ。なんであの日吉沢はパレスにいたんだ。あ、確かに。それは私も気になってた。リーダーが助かったのはもちろん感謝してるけど、うん、作戦のことが漏れてたんだとしたら今後の動き方にも関わる。いや、そうだよね。ちょっと待って、バイクに。そうだよね。なんか作戦が漏れてたらやばいことになる。1週間くらい前、学校の屋上でお二人とお昼を食べた時。おい、明後日は。あ、そうだ、モルガナもいたね。きっとその日に何かあるなって思って。ああ、察しがいいな。すみません、実はずっとついてってました。ついてきてたんかい。そうか、離婚されてたってこと。全然気づかなかった。全く気づかなかった、ね。そうだよね。誠とは大違い。誠のはあれ、あからさまだったもんね、尾行。前から考えてたんです。ああ、私にも力があるなら先輩と一緒に戦うべきなんじゃないかって。部外者の私がとも思ったんですけど、どうしてもじっとしていられず。ありがとう。普段先輩に助けてもらってることを考えたら全然ですよ。あの、やらなきゃいけないことまだあるんですよね。うん。それなら
私も手伝った方が。手伝ってくれんのか。そりゃ戦力が増えんのはありがたいけどよ。うん、協力の申し出ありがたいが、指導は今まで以上に危険な相手だ。霞を戦いに巻き込むのは避けた方がいいだろう。先輩、そうだね、気持ちだけもらっておくよ。いえ、ですが正直言って今度の敵はいつもよりはるかにやばい。吉沢にもどんな危険があるかわからねえ。うん、それに今の状況も元はといえば我が輩たちの蒔いた種だからな。申し出は嬉しいが、これ以上は巻き込めねえよ。お前はお前でやるべきことがあるんだろ。これ以上言ってもわがままになっちゃいそうですね。わかりました。でしたら待ってます。そっか。絶対に無事で帰ってきてください。まあきっといろんな事情があってカスミンは参戦できないんだろうな。もうあんな思いは嫌ですから。うん、きっと大丈夫だ。信じてます。はい、新年だもんね、コープ。そろそろ行きますね。うん、今日も練習なので。そっか、頑張ってね。それじゃあまた。お、誰だ。学校来なくていいとか羨ましい。そうでもないよ、勉強たまっちゃうよ。嘘くせえ死人が学校に通うわけにはいかないだろ。そうだね、前が見えない、スリリングだ。辛いと思うが今は耐えてくれ。確かに。とにかく作戦開始よ。よし、午前中は目立つからこの時間から動け。相手は今までで一番の大物だ。準備を怠るなよ。指導の開始作戦が開始されました。課せられた期日までターゲットの心を盗み出しましょう。異世界を知る手強い相手となります。仲間や協力者との絆の育成をはじめ、悔いの残らない十分な準備を行いましょう。ミッションスタート。よし、誰だ。追い詰められてるとこ悪い。ザ・ファントムならやってくれるって信じてる。本題の情報、これは悪どいぜ。詐欺集団、霊感商法、ひどいな。雑居ビルを転々としてて、あれメメントスか。ネタ自体悪くない。うん、そうだね。ミッション発生。よし、というわけでミッションスタートしたか。どうし、まあでもそうだね、ちょっと軽く準備してパレス行こうかな。よし、じゃあ指導パレス行こうかな。アジト、全員集まった。まだ作戦始まったばかり、慌てずに行きましょう。リクエスト よく聞け。許せねえ。メメントスはいいや。とりあえずパレス行こう。さあ行きましょう。指導パレス来たぞ。行きましょう。まずは中央通路に向かいましょう。本会議場の扉があったところ。よし、行こうか。さて今日もやっか。手抜くんじゃねえぞ。モルガナじゃなくてジョーカー。よし、これで行こう。到着か。さて続きを行こう。 VIP5 人の特定までだったね。レストラン行ってみよう。
この先だから、あ、この階段ね階段の先か、 こっちじゃないや、迷子迷子になってる、この上かな、あー、シャドウがいなくなってる、ここも壁のやつがいっぱい、変な質問をして怪しまれるなよ、変な質問しないようにしよう、あ、てか敵が普通に敵いるな、敵倒してからにしよう、正体を見せろ、あよし、あーまやー、よし、次の勝ちへ向けて進もう、楽な戦闘だったわね、そうだね、この人も話しかけらんない、別になんかあれか、話しかけ、この人話聞ける、甘い汁吸ってんだな。あ、別に話ができるわけじゃないのか。おい。暴いてやる。やめてくれません。はい、終わり。なんか誠って知恵ちゃんみたいだよね。格闘技だし。戦い方が格闘技だし、話聞ける人いないのかい、いなさそうだな、階段なんか投票箱は机の上置いてある、この人しかいないのか、話せない、とりあえず下行く、敵がいる、あ、この人も話せるな、この先に会員制のレストラン、何をどうしたものやら、この先のレストラン行って話せる感じかな、話せるっていうか話さなきゃいけない人がいる、おっ、オーマがいる、知らないやつか、プレイ当ててみる、止めきれなかったか、我は何時？行きたい。どう料理しようか。しとる！敵みたいだ！ボス、さすが！ヘルソナ！で、こいつら。戦力はこちらが上よ。火炎の攻撃で弱点をついて、マハブフライン使ってみる、敵に大撃破、いけー、ペルソナー、ペルソナー、いけー、何が油断さえしなければ楽勝なはずよ、お、ビオダインか、一旦手に入れよう、大抵の子、また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー、さてさて感じるぞ、
ここはあとは向こう側に敵がいる。話せる人がいる。有名な第五師先生、第義師先生か。正体を見せろ。ラスト一体、さよなら。タラタタタタ。お、警報が。ザコはいいから早く先進め。こんなところに。ここにもあるな。でここに看板、何の看板？レスリストランテエリテ会員制レストラン。英語があるでも読めねえの？違うっての。完全会員制、会員証を持ちでない方は入場固くお断り。会員にならないといけないのかな。多分ここがいけないのかな。普通に入れたけど。会員証。乗船証。一旦。そうだね。会員証を手に入れなきゃ。あ、この人。あら、どうなさいましたの？先ほどからそわそわと。あ、会員証落としてしまった。バーカウンター。ねえねえ、会員証落としたって言ってたね。落とし物。あ、バーカウンターと話せるようになってる。届け物はないですか？レストランのあれだ。ここじゃないみたい。すいません、届け物ないですか？あ、もらえた。こんなに簡単で。確かに会員証だらけ。よし、レストラン行くぞ。紹介状をいただきに参った。会員証持ってるぜ。中に入ろう。青い花の飾られた席は特定のお客様のご予約席。あ？これってね、確かに。もう青い花目立つな。まったく。あの席だな。うん、有力政治家ってのが来んだよな。隣の席で張り込んでみましょうか。そうだね、私が行くわ。ゾロゾロ行くと警戒されるだろうし。さすが誠。女の子一人なのも変じゃない？じゃあ誰か一緒に来て。え、自分が行こうじゃ。ちょっと待って、ジョーカー、俺に行かせてくれ。お、リュウジ。だってよ、レストランだぜ。食べたいのか。幼稚園児か。妙にやる気だと思ったら、はあ、なぜ我が輩には声がかかるボルカだ。行ってくる。みんなは近くの席にいて、頃合い見て合図するから。わかった。何食おうかな。パレスの料理じゃ腹膨れないでしょ。うん、相変わらずのバカさ加減だぜ。読めねえ。フォアグラのソテー、それからトリュフアエサラダ、
あと子羊のロースも。あ、誠読めたの。よくそんなスラスラ頼めんな。つーか平均年齢高くね。みんな指導の関係者だろ。大人の人ばっかだね。政界や財界の大物ばかりね。ガキ、誰に断って座ってるんだ。え、誰って？予約の札とかないっすけど。隣で騒がれると迷惑なんだよ。あ、そういうこと。私はゆったりと食事を味わいたいのだ。腹が減ってるだけのガキは去れ。あのな、スカル、黙って。うわ、悪い。大変失礼しました。あ、さすが誠。分かったなら帰りなさい。あの、もしかして大江先生ですか？そうだな。あ、大江先生。その、ぶしつけなお願いで恐縮なのですが。だっけ、レストラン、もう忘れてる。紹介状をいただけませんか？見たところ、君らは未成年じゃないのね。なぜ紹介状がいるのだ？どうしても指導様にお目通りしたくて。志の高い政治理念に共鳴してまして。さすが誠。もちろん大江先生にもです。若いのによく言う。まあ嫌な気はせんがな。高校生くらいか？はい。高校といえばどっかの校長だかがくたばったら、あの卵校長、指導様の名前を出そうとしたとか。従っていれば上流でいられたものを、それを捨てて歯向かうのか。重要な情報だよねこれ。頭のいいエリートの私には考えもつかん。校長やったの誰か分かってなかった。愛人家の褒美をいただけるのに。先生もやはり指導様に愛人家のお願いを。ん？まあまあな。先生クラスになると愛人家のターゲットは相当な大物だったのでは？大物？いや、ターゲット自体は大したやつじゃない。ん？ご謙遜を。ある先に地下鉄事故があっただろう。狙ったのはあの運転手だからな。ああ、そんなペラペラと。あれを？あれを。ユージ反応するな。目障りな国交大臣と現政権派の社長の首を取るためだった。なるほど、大変参考になりました。大江先生、実は私、姉が特捜部の検事なんです。この件どう伝えることもできますが、どうでしょう、紹介状をいただけますか？あ、ゆすりにかかったぞ誠。それは脅迫か？お前ら何も怪しまれそうだな。紹介状を。つけ上がるなガキが。渡すものか。交渉決裂だ。持ってんのは確かみてえだな。じゃあこっからは実力行使の時間だ。みんな、やっぱりそうなるか。いやー、私が持ってるペルソナあ、なんたじゃなかったこいつ。向こうの方が戦力が上。あー、でも弱点は、弱点はバラバラというか変わってるんだろうな。いただいていくぞ。おピン、おイエス、おイエス、やってくれユウスケ。ちーん、かっこいい。お、いいですね。よし、総攻撃。総攻撃タイム。だいぶ削れたぞ。彼はもう一人の俺だ。彼はもう一人の俺だ。ブフダイム。うわお。回復したぞ。どうしよう、フレイで、フレイで様子見よう。245アギダイン。コンセントレイトか。その技をやる前に倒したいところ。ジオダインが効く。お、いいね、ショータイム、ショータイム。アンちゃんとユウスケ、花を添えてくれ。これ一回見たけど、もう一回見とくか。かっこいいよね。これ、このユウスケかっこよくない？あ、場所が変わっている。これぞ、美の曲かっこいい。おー、
ナイスとどめ。大江、大江先生倒したぞ。よっしゃ、紹介状ゲット。もうほぼ強奪だよね。地下鉄事故の件はどうか内密に。しゃあねえな。けどやっぱりうちの校長指導とつながっていたのね。うん、道理でしつこく探らせるわけね。なのにあっさり殺しちゃうなんて。国ごと沈没しているパレスの持ち主だ。教育者一人くらい何とも感じない。そうだね、もうあの校長先生だけじゃなくて奥村パパも切られてたしね。にしてもただの認知の人間なのに普通に怪物に化けてきたね。金城あたりまでのパレスじゃ認知の人間なんてくたびれた被害者ばっかりだった。いや確かに。いや今の大江は認知じゃない。認知じゃない。え、でも実在の人の見た目や記憶をしっかり持ってたわよ。多分手下のシャドウに認知の人間を融合させてんだ。皮かぶせるみたいにな。ああ、なるほど、わかりやすい。初めて見るぜ。いくら歪みの力が波外れてるからって普通にやれることじゃない。やっぱ指導は才能あるやつなんだな。待て、そういえば確か指導はナビの母親の認知研究を潰したんだったな。あ、だからあれか、理解度が高いのか。もしかしたら潰した時に人材や成果を召し上げて私物に。指導、こりゃもしかすると指導のやつ自分のパレスに手出しできるような手を隠してやがるかもしれない。なるほど、これまで以上に気を引き締めろよ。そうだね。ええ、もちろん総理就任後も引き受けますよ。さすが先生、頼もしい限りです。いやー、やってんな、やってますね。より一層の支援を。世界と渡り合うには大きな金が。ええ、掃除をお願いする見返りは。もうそれだけでビジネスになっちゃうもんね。でも指導がやったんじゃなくて全部明智くんがやったんだよね。認知科学の解析が進めば対象拡大も可能と見てます。その代わりあれかな、認知科学の情報を得てるってことなのかな、明智くんは。それは行幸、ぜひ行幸先生のお力添えを。普段の会話で行幸を使う人すごいな。ねえ、次はどうする？紹介状残り4枚。地図だとこの先のエレベーター、あ、プールか。旧家族、女好きの旧家族。はあ、ってことはあんちゃんとかが活躍するのかな。なんかそう、ピアノ演奏が素晴らしい。あ、2人が弾いてんのか。話しかけられる。ルームサービス？どんなサービス？これエレベーター。待って、私アイテム、アイテムないわ。行こう。到着。感じるぞ。あれ、ちょっと待って。まあいいか。先に進もう。この雰囲気。お、セーフルームだ。セーフルーム発見。うん、